腸活ダイエットの専門家佐藤澄香です。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。今回のテーマは痩せるリンゴ酢のドリンクについてお伝えしていきます。では一つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢ドリンクを飲むとあなたは痩せることができるのかという、その痩せるポイント3つお伝えしていきますね。まず1つ目はこちら、あなたの腸内環境を整えてくれるからなんですよ。いかがですか？今ダイエット頑張ってらっしゃるようでしたら結果が出ていますでしょうか？もしもなかなか結果が出ないって、もうなんで1キロも減らないですか先生っていうね、お声もご相談いただくんですけども、そんな時はですね、大丈夫ですよってお伝えします。なぜかというと、いろんなことを試しても痩せない方っていうのはその方が終わるんじゃないんですよ。その方の腸内環境のバランスが悪いだけなんですね。まずはそこから改善されると自然と根本的に痩せ体質へとね、生まれ変わることができますから大丈夫ですっていつもお伝えするんですよね。そうすると、そうだったんですか、私の太ってる原因は腸内環境だったんですね先生ってね、目から鱗ですっていう方もね、多いくらい、実は太っているっていうことと腸内細菌のバランスが悪いっていう、ここはね、すっごく密接につながっているんですね。どういうことかというと、あなたの腸内にもしデブ菌と呼ばれる悪玉菌がいっぱい住み着いてたら太ります。なぜかというと、悪玉菌たちが食べたい大好物の餌が太る食べ物だからなんですね。そうするとあなたは、あなたが食べたいのではなくって、その悪玉菌たちが食べたいって言うから食べたくなってるだけなんですよ。逆に言うと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがもしあなたの腸内でたくさん住み着いてくれたとしたらどうなると思いますか？痩せ菌たちってですね、痩せる健康的な美味しいものがね、大好きなんですよね。するとあなたに、ね、食べて食べてって餌ちょうだいって言うわけですよ。そうするとあなたは自然と痩せるものが食べたくなるし、結果自然と痩せ体制とね、生まれ変わることができるんですね。その時にやっぱりポイントは、いかにその痩せ菌たちを増やすことができるか、そして元気に育てて、いつまでもね、もうここ住み心地いいなーってこう言ってもらうかどうかということに、ダイエットの経過がかかっているということになるんですよね。では2つ目です。あなたの代謝を上げてくれますよ。これ大事ですよね。いかがですか？最近代謝が落ちた気がするとかないですか？それはね、やっぱり誰しもあります。私だってあります。やっぱり年齢を重ねると、前あれだけ普通に食べてても平気だったのに、なんでこんなにすぐ太っちゃうんだろうとかね、ありますよね。それはやはり代謝が落ちているからなんですよね、年齢とともに。でも放っておくとどんどん太ってしまいますから、そこでしっかりと代謝を上げる必要がありますよ。もちろん運動も大事なんですけれども、実は運動代謝は全体の約2割ぐらいですから、どこが一番大きいかっていうと、実は内臓です。内臓を元気にするだけで痩せるんですよ。ですからそこの要が腸だったり、まあ、主に肝臓だったり、まあ、全部大事なんですけれども、そういった臓器をいかに元気にしてあげるかっていうのが痩せることができるかということにまあかかってくるわけですよね。3つ目、弱アルカリ性に体を保つ効果があるからです。これも大事なんですね。大なり小なりこう食事をとると、お体がですね、酸性に傾いてしまうんです。そうすると酸性の状態だと内臓が元気に動けないですし、まあ、そもそも体の機能がうまく働かない状態なんですよね。いかがでしょうか？こんなことが続いたらどうなると思いますか？働いてくれないんですよ。会社でいうと仕事を社員がしてくれないわけですから、その会社はどうでしょう、繁栄しますか、潰れますかってことですよね。なのであなたが潰してしまったっていう時はもう手遅れですよ。お体が多分壊れてると思います。そんなふうにならないためにも、食事をとって、まあ、特に甘いものとか脂っこいものはすぐ酸性に傾きますから放っておかないってことです。そこでさっとこのドリンクを飲むことで弱アルカリ性の体質に移行しやすくしてくれる飲み物なんですよね。そうすると弱アルカリ性の状態が一番臓器、また体の機能が一番ね、もう一生懸命最高のパフォーマンスで働いてくれるわけですから、あなたの例えば会社であればどんどん潤って業績を上げて大きい会社になれますよ
ていう安全とかね、安心とかいい状態にずっと入れますよっていうのを作る必要があるんですね。そのために必要なのがこのドリンクということになります。はい、2つ目の項目です。何をということで、今回この痩せるドリンクを作るために必要な材料が持つそれぞれの痩せる効果についてお伝えしていきます。まずメインはこのリンゴ酢を使います。リンゴ酢はですね、ダイエット向きのお酢になります。その理由はとかお伝えしますね。まずは脂肪燃焼効果が高い、要はどんどん脂肪を燃やしてくれる効果が高い。そしてその結果基礎代謝が上がって、あなたは脂肪をつけにくくすることができます。また血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれるのがこのリンゴ酢ですから、要するに血糖値が上がるときに脂肪が溜め込むわけですよね。そこを抑えてくれるとしたらいかがですか。あなたは脂肪を食べるのを減らすことができるということになるんです。はい、そしてなぜダイエット向きのお酢がリンゴ酢なのかというその理由なんですけれども、数多くあるいろんなお酢の中でもこのリンゴ酢が酢酸の働きが一番強いですよね。そのことであなたの腸の動きがとっても良くなります。結果、先ほどお伝えした通りです、腸内環境が整って自然と痩せ体質へとなりやすくなるということなんですよね。でまたお酢を取ることで満腹感が得やすいんですね。どういうことかというと、あなたの暴走する食欲をですね、ちょっとって、ね、抑えてくれる効果もあります。でまたむくみ改善効果があります。カリウムが入ってますから、やはり体重が減ったのに見た目がね、水分代謝がうまくいかなくてこうむよむよしてると面白くないじゃないですか。つまんないですよね。しっかり体重が落ちたんだったら水分代謝も落として、しっかりとこうキュッとむくみを改善していただきたいと思います。そしてよくご質問いただくのが、先生、そのリンゴ酢っていろいろあるけど一体どんなリンゴ酢で痩せるんですか、どうやって選べばいいんですかって質問もね、多いんですよね。その時に私は、わかりました、こういうリンゴ酢選んでくださいねってことを毎回動画でもお伝えしてるんですけれども、もしあなたが初めてでしたらここしっかりチェックしてください。痩せるリンゴ酢ってね、あるんですよ。何もかもね、リンゴ酢だったらいいやじゃないんです。こことっても大事。まずはリンゴ酢を手に取っていただきますよね。で裏の原材料名を必ずチェックしてください。そこにリンゴ果汁 100% のみでできているリンゴ酢が丸です。それは特にですね、国産のリンゴ酢であればもっといいんですけれども、国産のリンゴ果汁であったり国産の有機栽培とか、海外でも有機栽培だったらいいと思うんですけれども、 JAS マークが書いてあってオーガニックとか、こういった良質のリンゴで作られたリンゴ果汁でできているお酢が一番ですよね。でもちろん無添加がもう絶対にね、もう大前提になりますよ。よくリンゴ酢ストレートタイプ、このまま飲みますみたいなのとかは甘い味がねついてる、そういう時やっぱり香料、着色料、保存料、甘味料、人工甘味料ですね、そういった余計なものが入ってしまうと飲めば飲むほど太りますよ。そんなリンゴ酢は NG です。なのであなたが選ぶとしたら、とにかくこの条件がクリアされた良いリンゴ酢を選んでくださいね。そして今回使う材料はこちらもあります。ミックスベリーということで、よく冷凍のミックスベリーってありますよね。冷凍されたベリー系のフルーツが入ったものです。そういったベリー系のフルーツというのは他の果物と比べて太るもと、糖質がねとても低めなのでダイエット向けのフルーツといえます。例えばブルーベリー、ラズベリー、ストロベリー、ブラックベリーなどです。このようなベリー系のフルーツというのは、先ほどお伝えしました通り糖質が低いというのも丸プラス脂肪燃焼効果もあるものが多いんですよね。でまた食物繊維が取れますから、結果腸内環境が整いますし、この食物繊維を取ると痩せ菌たちの餌となって、あなたはどんどん痩せ体質になりますし、また食欲もね抑えてくれる効果もあるんです。でまたアントシアニンをよく多く含むブルーベリーなんかは特に脂肪燃焼効果が高いですし、ポリフェノールもそうですね。あとはビタミン C がそれぞれ豊富ということで栄養もしっかりと取れます。はい、そして味付けに蜂蜜を使っていきます。よく蜂蜜ってダイエット向きなんですかっていうご質問多いんですけれども、もちろんカロリーは高いので摂りすぎてしまうと太りますよ。ただ適量を正しく召し上がると逆に痩せます。その効果はこちらです。アミノ酸が含まれているので脂肪燃焼効果がたっぷりとですね、手に入れることができるんですよね。でまた腸内環境を整えるために必要なオリゴ糖やグルコン酸も豊富です。
そしてポリフェノールも含まれていますが、脂肪燃焼効果がさらにアップ、また栄養価が高いのがこの蜂蜜なんですよね。いかがですか？実は食べ過ぎてる方ほど栄養不足なんですよ。ご存知ですか？なぜかというと、食べ過ぎな方は胃と腸に負担をかけますから、もう全然その腸がね、働いてくれないんですよね。もう働かせすぎた結果、もう働きませんってね、仕事ボイコットされちゃうんですよね。そうなると食べても食べても消化と吸収ができないわけですから、栄養不足になります。その結果、栄養が足りていないわけですから、痩せホルモンを作れないということと、あと味覚の異常にもなりやすいですよ。そういった形でどんどんあなたは太るものが食べたくなっていったりですね、とにかく良くないことがどんどん起こっていきますから、栄養はしっかりとる必要がありますが、その大前提はいかにあなたの腸が元気であるかというのが大切になってくるんですね。では3つ目の項目です。どのようにということで、今回は痩せるリンゴ酢のドリンクのそのレシピ、作り方、そして実演の動画もご準備しています。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。まず材料です。ベリーサワードリンクになります。原液の材料はこちら、純リンゴ酢 200ml、ミックスベリー 100g、 蜂蜜大さじ3、保存容器1つご準備ください。ではここから具体的な作り方です。1つ目、保存容器に材料すべて入れます。そしてよくかき混ぜて、そのまま半日常温で置いてください。その時間経ちました。あとは冷蔵庫で保存します。すぐには飲めませんよ、準備があるんですね。2つ目です。1日1回容器ごとよく振って混ぜてください。その工程を約1週間続けていただいたら完成です。で、飲まれるときは原液は飲まないでくださいね。もう大変なことになりますからね。飲み方は天然水 200ml に対してこの原液を大さじ1杯程度よく混ぜて召し上がっていただくのが良いです。それではここから実際に作っている実演動画ご覧ください。どうぞ。そして最後に痩せるための効果的な飲み方と注意点についてお伝えしていきます。このドリンクはベストは食前、お食事の、ね、スタートの前に
1杯飲んでいただくと良いです。そうすることで食事中に上がってしまう血糖値を抑えてくれたりする効果もありますし、弱アルカリ性にサッと戻してくれる効果もあります。ただ量は1日多くても2杯までで十分です。飲みすぎてしまっては逆に負担になりますから気をつけてくださいね。 できればですね、やはり常温かホットで飲むのがおすすめです。ここでこうガンガン氷を入れてキッキに冷やしたものを飲んでしまうと、あなたの腸がキッキに冷えてしまって結果代謝が落ちて太ってしまいますから、冷たいっていうのは気をつけてくださいね。でどうしても飲んじゃったっていう時はその後さっとね、ちょっと温かいもので飲んでリセットされたらいいと思います。でまずはですね、体質改善も含めまして12週間は続けてみてくださいね。プラス日頃のお食事も甘いもの、脂っこいもの、腸を汚すようなものから一つずつ腸活メニューに置き換えてくだされば嬉しいです。私もいろんなね、レシピ別動画でもどんどんお伝えしてますから、痩せる腸活レシピシリーズということでね、いろんな動画ご覧いただければと思います。で注意です、胃がお弱い方とか、ちょっと胃の調子悪いなっていう方は、このリンゴ酢はね、ちょっと控えた方がいいですよ。あまりにもちょっと酸性が強い、刺激が強すぎて、もっとね、胸焼けしたりとか、胃が痛くなったりする可能性が大きいので、その体調が悪い時はね、控えた方がいいです。また、もうお腹ペコペコの空腹時にね、いきなりリンゴ酢ガバッと飲んでしまわれますと、それまたですね、刺激が強すぎますから、胃が弱っている時やお腹が空きすぎてね、空腹時の時は急に飲まないように気をつけていきましょうね。さあ、いかがだったでしょうか。今回は痩せる効果の高いリンゴ酢を使った美味しいドリンクレシピをお伝えしました。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを今無料で差し上げております。そちらもご登録いただいてぜひお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。